こんにちは、アグです。なんかすごすぎるニュース入ってきたんですけど、これを見る通りですが、現在、港和線で工事が進められている、鍵谷中野池駅の開業日が決まりました。開業日は2024年3月16日と決定したそうです。その他の現在公表されている駅の内容を紹介します。駅のホームは2面2線、6両対応の相対式ホーム、駅集中管理システムを導入し、自動改札機、自動券売機、インターホン等も設置されるらしいです。2024年3月16日土曜日、始発列車から営業を開始するようです。公立西北総合病院の最寄り改札口となる北改札口を開業し、南改札口は2024年度開業予定となっています。何の種別が停車するかはわかりません。とある事情で、急いで作ってしまったので、わかりにくかったら申し訳ございません。鍵谷中野池駅の開業が楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。